クリス・ジェンナーはアメリカ合衆国のタレント、ソーシャライト。サンディエゴにエンジニアの娘として生まれたが、7歳の時に両親が離婚、妹ともに母に引き取られた。1976年頃よりスチュワーデスとして働き、1978年、最初の夫であるロバート・カーダシアンと結婚した。 ロバート・カーダシアンは OJ ・シンプソン事件裁判の弁護士団の一人として知られる。コートニー・カーダシアン、キム・カーダシアン、クロエ・カーダシアン、ロブ・カーダシアンの4人の子供を設けたが、1989年に離婚した。ロバートは2003年に他界した。1991年に陸上選手のブルース・ジェンナーと再婚した。ブルースのママ父は、 俳優のゲイリー・ビジーの父親である。ブルースとの間には、ケンダル・ジェンナーとカイリー・ジェンナーがいる。ブルースの前妻、全然妻との子供であるバート、ケイシー、ブランドン、ブロディの教育にも、一応関わっている。2015年に離婚し、ブルースは、性同一性障害であることを公表し、女性のケイトリン・ジェンナーとして生きている。2004年以来、娘のコートニーと共に、 ロサンゼルスで子供服の店スムーチを所有していたが2009年に閉店している。2007年にリアリティ番組カーダシアン家のお騒がせセレブライフが始まる直前から娘のキムのマネージャーを務めていたほか娘たちや息子の手掛けるビジネスの経営管理も行うなど一家全体のマネージャー的存在である。2007年より放送が開始された リアリティ番組キーピングアップウィズザカーダ社に家族と共に出演している。ありがとうございます。